アビリティ測定をアビリティ測定ものをやるんですけど、はい、簡単に言うと、うん、今日もしマラソンを走ったら、うん、何時間で走れるのかっていうのを分かっちゃうんです。分かっちゃいます。大体分かっちゃいます。チケラーカメラない時にいじってんだよ、ヘンリ君がさ。俺がちょっとチラッてやったら随分鍛えられてます。完全にバカンされてるよ、ちょっと。ちょっとあれかも。ちょっとちょっと足りないかもしれない。お腹周りが、お腹周りブラジャーって普通後ろでしょ。でもホック、前ホックもたまにあるけど。ちょっとブラってこうやってつけるよね。これでぐるって回して。本当ですか？違うよ、そうだよ、当たり前じゃん。だって毎日来ないじゃん。これがカップがここにあって、ここだったら無理やん。あ、こいつ童貞だぞ。こいつ童貞だぞ。チケラー、これが1キロ6分のペースです。え、これマジ結構早く感じるんだけど。嘘だろ、6分でこれ。1キロ6分です。嘘でしょ。いやいや、もう書いてあります。書いてあるから1キロ6分です。書いてあるからデータで、もう本当だ。いじられてると思ったけど本当に早く感じるな、ちょっと普通より。チケラー、そうだから結構意外とちょっと早くなって、早くしなきゃと思って赤いバンドにぶつかっちゃうもんけどね。前に前に行こうとすると、あああれにぶつかると、ぶつかったごとに課金今されて、今行こう。今ですか？大体4000円。とっとちょっと待って、一回いくらなの？それを教えてほしい。課金システムはじゃあ最悪飲み込もう。一回いくらなの？チケラー、機体の準備のため2分後にスタートします。はい、ちょっとリラックスしてお待ちください。めっちゃかっこよくない？これこれだけパワーアップしてる感じするし、この背中の感じ、あの、うん、パラシュートつけた時みたいな、あれがいい練習になってるかもしれません。パラシュートくれた皆さん、ありがとうございます。カズキのこれがかっこいいかどうかちょっとコメントでもらおうか。かっこいいでしょう。これはチケラー、我々は日本を、世界を征服にしに来たランニング大魔人である。この国のランニングレベルはどのくらいのものなのか、私が見てやろうじゃないか。どうもランニング大魔王である。最初大魔人って言ったの？あの、僕あれつけて一応やったんですけど、うん、あんな喋れなかったです。たまに垣間見せる化け物感あるじゃないですか。それですね。それかな。よく喋れんなって。カメラ向けてくるからさ。大魔王のところではみんなあれかな、フルマラソンのキロどれぐらい走るの？確かに、どんぐらいですか？喋らせる？聞こえる。もう多分きつくなってきたんだよ。きつくなってきたんだよ。喋るのが、ほら、気付くなってきたんだ。チケラー、2、1、上がります、北口18です。お疲れ様です。すげー、すごい。ナイスランです。ナイスラン。マスクだけ外しちゃって。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。背中の破裂を外します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お尻が来ちゃった先に。ああ、くそ、2分台まで行こうと思ってたのにな。くそ、悔しい。赤い線に5回当たってたので45,000。赤くなっておる。ってことは5回4。ちょっと計算できない。ランナーは足早い。